潜水艦のブリッジのその上の、まあ、露天環境というのかな、人影が見えます。チャーと部下のですね、マリガンが立っています。そこにですね、飛行機が着陸してくる。最初にザバーッと海から潜水艦のブリッジが現れて、で、次にこのドアが開いて、シャーたちが降りてきて、来たなとか、分は成功したようだという会話してて、で、やっと飛行機が着陸する。この段取りが、まあ、すごい丁寧ですね。割とドラマで描くことが多いのに、この辺の段取りを丁寧に描いてるんでですね、ジオンの作戦のですね、ちょっとプロっぽい感じが分かります。ブーンはですね、シャアに報告します。シャアはアフリカ戦線ではないんだな、最初に聞きます。は、間違いなく南米の宇宙船ドックに向かいます。シャアはこっちに来ないのはありがたいが、マッドアングラーはここを動けない。シャアの潜水艦の艦隊というのはですね、ヨーロッパの沿岸とアフリカのですね、両方を担当しているわけですね。まあ援護しているわけなんですけども、ただ南米のジャブロに行かれてしまう別部隊の担当なので手が出せないんですよ。アフリカ戦線にホワイトベースが行かれても、シャアは潜水艦だから援護しかできないんですね。アフリカ戦線行かれないのは、まあ自分の戦線担当がですね、邪魔されなくてありがたいというのはあるんですけど、同時に自分自身もちょっとホワイトベースにはこだわりを持っているので、アフリカの方に行かれてしまうと、それはそれで手が出ないしなというふうに思って困ってるわけです。そこでブーンが自分から提案します。ブーン艦長がですね、私はパイロット上がりです。モビルアーマーをお貸しいただけませんか。シャアはグラブロか、整備はしてあるかと答えます。ブーンは固く言うちとは言いたくありませんが、私は4機のモビルスーツを沈められました。やらせてください。モビルアーマーならここから発進しても木馬をキャッチできます。富野さんもですね、その潜水艦で飛行機というか、まあ、宇宙船が飛行機になって飛んでるのを追いかけるという不自然さは分かってるわけですね。じゃあどのようにしてそれを可能にするのか、ついでだからここでモビルアーマーという新しい武器を見せておこうと。モビルアーマーっていうのは今回が初登場なんですね。アッツアムというのが出てきたんですけど、それはあくまでプロトタイプで、何かっていうと、モビルスーツを超える武器。まずはそのエンジンが強力で出力がでかいから、スピードも桁違い、パワーも桁違い、攻撃力も桁違いなんですけども、それをですね、まずセリフでモビルアーマーならこっから発進して木馬をキャッチできますという、ここで説明してるわけですね。手柄を上げて、やっぱりジオンに帰りたい部分と、ホワイトベースをただ見逃したくないシャアの思惑が一致するわけですね。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。